はい。お久しぶりです。ねえ。もうすぐ大阪だね。そうだね。今週末ですよ、フェニーチェ。楽しみにしておいてください。ねえ、花粉やばくない？共感できないです。すいません。大変らしいですね。みんななんか大変そうでした。調子はどうだい？いいですよ、とても。おしゃれメガネ、最強です。普通に糸入りです。はい。福岡楽しすぎた、ありがとう。肌白くない？同じ色ですね。顔白いね。だから同じ色です。夜ご飯食べた、食べたよ。よろしく。サングラス？部屋が暗いだけ。うん、普通にメガネ。ほら、輪郭が。ほら、わかる？ほら、歪んでるでしょ。何食べたの？今日はね、サラダ食べましたよ。なんか、チキンとか入ってるやつ。ライトの問題かもね。あとあれかも、ブルーライト入ってるから。ちょっとラジオどうよ。ラジオ楽しいよ。もう本当にたくさん喋ってね、大阪も東京も楽しんでやってますよ。髪のボリューム増した。パーマかけてセットしてるからじゃない？うん、インライ初めて来ました。ああ、そうですかい。ありがとうございます。髪の毛からお菓子出てきそう。出てこないですよ。雨とか。ウルフ、そう、今伸ばしてるんですよ。ちょ、わかりづらいけどね。そうなんです。あと8倍ぐらい伸ばしたいですね。もしかしていけてる？どうなんでしょうね。どうなんでしょう。この前ファンクラブ入った。どっちだろう、メンバーのやつかな、それともグループのやつかな。ありがとうございますね。初見です。どうも。パーマか。パーマだね。でもそんなにパーマあれだから多分巻いてるやつだと思うよ。前髪気になる。ダメかい。ジントくんピースはないの？ジントくんピースはないの？ありますよ。高校生になったのでライブ参加できます。楽しみです。15歳とかってこと？わけー、ありがとう。モッサー、おい、髪の毛ヘアセットしてモッサーって言うな。今日は反転で映してる？気のせいかも。いや、いつもと同じだと思うよ。うん、僕が見てる画面はいつもと同じ。髪の毛もお顔も可愛くてお腹痛いの治りそう。大丈夫ですか？お腹痛いんですか？最近イヤリングしてないね。気づいてた、自分でも。うん、忘れてんなって。自分でも、あ、やーべ、イヤリングしてねえなって、うん、思ってましたよ。その指は食べたい。噛みづらいんじゃない？多分痛いと思うよ、歯が。福岡で何食べた？福岡何か食べたっけ。いや、ほぼ何も食べてないですね。うん、ジントくん元気そうでよかった。ほんとよ、マジでいつぶりっていう感じでね。今日まあそのキラリの人も配信やりますから、ちょっと久々になってしまいましたけれどもね。おすすめの部活は？
え？え？なんだろう、ないよ。帰宅部じゃない。そそくさと帰りましたね、僕はね。まあ普通に別の活動があったからですけど。次のラジオ夜勤で聞けない。あ、あの全然あれですよ。あのラジコとかで聞けますから。に。トランポリン、少年団だからね、部活ではなかった。この暗さが癖になる。ならんだろ別に。別にならんだろ。山の中だから電波悪い。電波悪いね、それは困ったね。うん、おお、十太郎、おお元気か。はい。吉田仁人じゃん、それ。吉田仁人のチャンネルでやってるから、それ吉田仁人やわな、それはな。うん、学生に戻れるなら何部入る？帰宅部ですね。うん。電気止まってるの？止まってないでしょ？ほら、影あるでしょ？って。なんか前にもやったの、これ。青白いね。おい。血の気ないみたいな言い方すな。全然血色はいいわ。チェックメイトにトランポリンの演出はありますか？うん、ネタバレになりますけど、ないです。はい。あ、ジュー君だ。湧いてんじゃね？一人暮らし始めたんですが、めっちゃ寂しいです。慣れます。水部はどう？水部は大変ですけど、あの結構文化部の中だとかなり厳しい、あの練習の量ですけど、楽しいですよ多分。トランポリンないんだ。ないだろ、あった学校見たことあるか、自分らの周りで。大阪からトランポリンお願いします。導入無理よそれは。何人暮らしですか？うん、別に大家族みたいな過ごし方してないからね。うん、南京錠の鍵をなくしてしまったのですが、もう不安だね。大丈夫？南京錠の鍵、なんか重くそう、でっけえ金具用のペンチとかでやったら取れそうだけどね。何時からコラボする？しないよ。なんで誰かとコラボする予定で喋ってんの君は。ハヤト君と最近どんな？楽しいですよ。コラボはしないんですか？うん、する方も いないんでね今のところ。はい。ってことで、なんかまあ危ね、質問ありますかっていうので、ちょっと質問募集していろいろ来たんで答えまーすね。ねねね、なんか久々にやったなこういうの。メガネ外してコメント見えないよ。うん、ジュー君とコラボとかしませんか？しませんね。しませんねって言ったらおかしいけど、別にすることもないね。うん、ということで、質問というか、なんかメッセージが届きました。仲良かった友達に SNS 全部ブロックされました。意味不明です。あ、理由不明です。人間不信になりそう。助けてって。まあまあそんなもんですからね、人間ってね。その、関係は いずれ壊れますからね。まあそういう人だったんだなと。うん。やっぱその、まあもちろんこういう人間不信になりそうっていう感情を経験することは大事なんですけど、あのそこにね、あの留まってしまうとね、自分なんてってなっちゃいますから。うん、うん、そういう人もいるんだなと軽く捉えてください。はい、いい人は必ず現れます。今日一段といけてるね。アーザスアーザス。はい、そっけな。うん、そっけなっていうか、まあ、実際そうっていうだけでね。はい、いやもう本当にこれは軽く捉えてるとかじゃなくて、そういうことだぜって話ですね。はい、だからその時その時を大事にしなきゃいけないよねって。はい、関係はいつか壊れます必ずね。はい、人間なんで。そういえばジントくんの生い立ちアクスタコンプリートできました。ジントくんのママになれたということでね。僕のママにはなれてないですけどね、別に僕のそのここまでの思い出を共有できたわけで。うん、ありがとうございます。
僕が生誕で出したね、その0歳から23歳までのアクスタをね、全部コンプリートできたんですね。全24種類。すごいですね。ありがとうございます。ジント君、結婚しよう。もう本当に危ないですね。本当ね。はい。手と足が出そうでしたね、今ね。なんでいい？今日辛辣やな。え、じゃあ今日辛辣やなとかじゃないの。別にそんなに辛辣なことでもないさ。次のネイル何色がいいと思う？すげえじゃん。俺に聞いてきたか。でももう、だって今帰るってなったら、まあ、向こう1ヶ月ぐらいは絶対使うだろ？って考えたら、まあ今、まあちょうど4月だし、あ、でももうピンクやってんのかな？なんだろうね。5月っぽい。ね、梅雨時に見ても、こっからほらね、梅雨とかまた天気崩れますから。ちょっとこう気分が上がる一番自分の好きな色とかにしたらいいんじゃないですか。はい。黄色にするよ。白全然いいじゃん、はい。手と足が出たらくの字じゃん。そうですね。こうなるわけですかね。おもろいね。ピンクはその桜だろ。口も出そうだったよね。口は出てたね、もうすでにね。うん。そこは黄色でしょ。いや別にその担当カラーに全員をその同じ色にしないから別に。はい。ジント君の好きな香水なんですか？めっちゃある。今家にあるので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11,11,12。はい。まあ、大半使ってないんですけどね、はい。やっぱり黄色にしたい。してみなさい。いいじゃない。なんか白と黄色混ぜてこう、ブワーみたいな、こう、ブワーみたいな、こう、アンニュイなカラーにしてもいいよね。うん。ウィンガーディアムレビオーサお願いします。いや、じゃあ別に魔法学校の人じゃないからね。うん、全然マグルなんで。はい。気分によって変えるとか。そうですね、気分によって変えるのと、まあ、現場行く場所とかによっても変えますね。うん、例えば雨の日につけるのはこれとかあるし、夏つけるのはこれ、冬につけるのはこれとか、あとはなんか食事する場所に行くときはこれとか、うん、あの、いろいろあります。で、デフォがこれみたいなやつもあります。はい。だから僕といえばこの匂いがないですね、別にね。はい。魔法をかけてください。ダメですね、マグルなんで出せないですね。はい。今から魔法学校に行きなよ。行けないですね、ホーム入れないんで。僕壁にぶつかるだけなんでね。は？洒落てんな。ごめんなさい、なんか僕みたいなもんが洒落てんなって言わせてしまいましたけれども、香水酔う。うん、そういう時用のボディミストみたいなやつもあります。はい。金木犀買った株かな、うん、どっちだろう、うん、切りか株の方買ったのかよくわかんないですけど。はい。私と同じやん。同じやん、よかったやん。なんかキレキレだね。そうでもないですけどね、別にね。指輪新調した？してないですよ。ジント君に沼りそうです、助けてください。なんかいいんじゃないですか、それはそれで。うん。ジント君どんな系統の匂いが好き？ないっすね、もうどんな匂いでもいい匂いに感じますね、僕は。ミルクジャム、ミルクのファンクラブの中の企画ですね。で、ヤワシュンがバンジー飛んでたんですけど、ジント君リベンジありますか？ないですね。その一回その失敗してるわけでもないんだよね。はい。危険だったんで。はい。あ、二つの意味でね。まあ、リベンジはないですね。どんだけ懇願されてもやんないですね。引きこもりしてそうだね。まあそうだね。うん、間違ってない。コメント読んだよ、ジンタン。やかましいわ。ラーメンの匂いの香水にしておきます。それラーメン食ったら普通に口から出ますからね。うん、すごかった、山中さん飛んでた。素晴らしいね、えらい。私昔ジント君にディメンターって言われた、ごめんなさい。香水、うん、何香水じゃねえわ、うん、何飲んでるの？コーヒーですね。はい。トランポリンは飛べるのに自分の力だからね、その落とされるわけじゃないからね。はい。ジント君も飛ぼ。ほんとやばいね、マジでやばいこと言ってます。はい。
共感してください、僕の恐怖心に。仁太くん、爽やかな匂いした。え、爽やかな匂いした？いつだろうね、それ。ひひやめて。はい、自分で飛べばいける。あ、そうそう、自分でこう01を作ったら別に落ちるのはいいんですけど、こっからこうはやばいですね。うん、スカイダイビングしたい。いいんじゃないですか、やってくださいよ。新しいクラスでチェストやったら引かれちゃったんだけどどうしよう。そらそうだろ、何やってんだよ何やってんだよ。いや、その新しいクラスっていうのは自己紹介でかましたやつ、後半本当に大変なことになってるっていうのがもう本当これ通説であるんで、あんまかまさない方がいいですよ、新しいクラスの時は。うん、なんとなく、そうそうそう、その緊張をそのアクションに使っちゃダメですね。そしたらもうその自分っていうものが伝わる前にああいうことをしたみたいになるからね。はい、やめてくださいね。僕のチェストでもないですけど、はい、こっからかインスピレーションみたいになっちゃうんでやめてくださいね、あんまりこう対応するのはチェストのスタンプ使ったら既読無視された。それはね、もう本当に使用用途と TPO が合わなかったんじゃないですかね。はい、質問パパパって答えてほしい。そんな量ないんだよね。はい、14個抜粋しました。授業中眠くならない方法はないです。寝てくださいね。うち親とさあも言ってる。言うな。いや、いいか、別に言ってくれ、ありがとう にゃんじゃないよ。何、びっくりした。あと10分で14個。あ、やべえな、意外と時間ないもんだね。じゃあまあスカッと答えれるやつはスパッといきますね。映画館でジンと君はポップコーン食べますか？食べないです。僕は飲み物をてか水だけ買って、はい、行きますね。お父さんと喧嘩した時チェストって送ったら既読無視されました。そりゃ煽ってるからな、そりゃ怒られるわ、そりゃ無視だよ、そりゃね。うん、ジンタ君方言抜けた？抜けてないね。別にその方言って言ったらいっぱいありそうな言い方になるんだけど、訛りだね、鹿児島弁は。鹿児島弁の訛りは別に消えてないですね。出そうと思えば出しますけど、じゃあ言ってくださいって言われて今は出さないんです。はい、水なの？質素だね。いや、一番ね、はい、映画はそんなにこう何かを買って食ってとかはしないですね。チェックメイトツアー福岡で福岡名物は何か食べましたかということで、なんかあったんですよ、ホットミールっていうね、お弁当じゃなくて、なんて、いろいろご飯とかなんかいろいろ用意してくれてる中に明太子っていうのがあったらしいんですけど、僕あいにくそのあれですね、食べないんですよ、日中ってかライブ終わるまでご飯はあまり食べないので、明太子は食べたかったんですけど、人が食べてるのを見てるだけでしたね、僕は。はい、カプヌカレー食べました。味のパンチがすごい。何ですかカプヌカレーっていうのは。あ、かー、なるほどね、はい、カップ麺の話ね。はいはいはい、味のパンチがすごい、そうでしょう。私黙ってって言われても急に黙れない。まあわかるわかる。必死に自分の中でハモリいっぱいの中で歌ってるみたいな感じだよね。うん、自分と違うこうラインの黙りと全然違うものをっていうね、大変だよね。カプヌ、あ、カプヌね、はいはい。ブブカ食べたい、食べなさいよ。熊本来たことありますか？はい、たくさんありますよ。はい、鹿児島県出身なんでね。九州って落ち着く？落ち着くよ。なんかね、なんか落ち着きます、のどかというか。うん、栄えててもね、なんかね、人の雰囲気だろうね、あんまこうせかせかしてないというか。うん、僕は好きですね。
東京に染まったんだ。染まってないですよ、別に。まあまあ、ある程度染まらないとね、馴染めないですけど。はい。ジント君と目合った。どこだろうね、ライブかな。うん。宮崎はある、あるよ。九州大体ありますよ。それな、福岡から県外出た人多すぎて震えてる。どういうことだ。ちょっとごめんなさいね、どんどん流れ方なんだろうね。車が落としても拾えないものってなんだ。速度ですね。ドームの景色を早く見たいですか。早く見たい、早く見たいと言われれば、見たいですかって言われたらはいなんだけど、早くって言われたら、まあそこまでのね、道のりをね、あのしっかりとこうみんなと共感して、ちゃんとこね、みんなの中でそのドラマを持っていきたいですよね。パッとやってだとね、あのその後できるかって言うとできなさそうなんで、ちゃんとそのよかったねっていうふうに思いながらドームは立ちたいですよね。はい。ジント君おすすめのコーヒー豆教えてほしい。僕はブラジルですね。はい。ブラジルの深入り。ゆっくり行こや。どういうこと、どういうこと。月一で福岡公演してほしい。すごいね。できるもんならしたいけどね、その、あの頻度で。僕らはね、セットとか組み替えたりとかしなきゃいけないからね、そんなこう、俺ら裸一貫でバーンとは、ちょっとね、まだできる感じではない職業ですけど、そんぐらいの頻度でできたらすごく楽しいだろうなと思いますよ。コーヒー入れて、あります、あります、ここに。ありますよ。オフモード？うん、全然オンっすよ。アイコン変える予定ありますか？まだ使って5ヶ月も経ってない。マイカー欲しいと思ったりする？めちゃくちゃ思うよ。めっちゃ車欲しいよ。もう、すっごい車欲しい。うん、すっげえ車欲しい。めちゃくちゃ欲しいよ。ブラックですか？はい、ブラックです。髪長いの好き。ありがとうね。コンビニ行くけど、なんかいりますか？すごいね。マネージャーさんみたいなこと言ってくれるね。何もいらないです。ありがとうございます。買えそうやん。いやいや、買えそうとかじゃないんですよ。維持費とか、それこそ本当ですね、ちゃんと修理とかもちゃんとしなきゃね、いけないし、その、とにかく手間がすごいんですよ。やっぱね、駐車場とか。いっぱいそのリアルなこと考えるとすごく、うん、ただね、そのなんか買えるから買うじゃやっていけないところもありますからね。車検高くて泣いた、そういう方もいらっしゃいますよね。絶対セダンの車高低いやつやろう。うん、そうね。あのブーンっていうタイプの車好きですよね、やっぱね。うん。あと5分でございます、お疲れ様です。タイムキーピングいる？トゥクトゥク運転してほしい。もうほぼ野ざらしやん、あれ。バイクと同じじゃん、あれ。ね。メンテナンス費も税金もいるからね。そうなんですよ。車を持つっていうことは大変なんですよ、本当に。ミニカーどう？ミニカーってあれだよね。あれだよね。普通にあの、ガラガラガラのやつじゃないよね。あの、こういうやつだよね。コーヒーブラック以外飲む？全然飲むよ。甘いの取りたかったら全然甘くするし。セダン好きくない？キートランは。でもね、でかい車も好きなんだよ。でも、まあ、かっこいいよね。やっぱ YSP とか見てるとさ。うん、国産の旧車ね。うん、ママチャリでええやん。いいんかな。うん、いいけど。ママチャリもね。ハヤトくんと正反対ですね、車。うん、まあ、それはよく言われる。でも別にハヤトの車も好きなんだよ。でも、1個目どれかって言われたら、ちょっと迷いどころではある。うん。ママチャリにぜひ乗ってください。別に乗ってた時期もあるよ。学生時代ね。ファンからのクラファンで車買おう。信じらんないクラファンだね。今までで一番低評価とかつくんじゃないの、周りから。私助手席専門なんだ。車高行ってください。ジープのラングラーぜひ乗ってほしい。じゃあ買ってほしい。ロードスター欲しい。かっこいいね。でエイクやん。
ツーシーターだっけ。やりたい髪色ある？今は白メッシュですね、はい、かブリーチを考えないならもうドシルバーとかやりたいですね。うん、やんないですけどね。やりたくてもやんないですけど、はい、ブリーチ痛いしね、大変ですから、はい、ちゅうことで以上ですかね。ありがとうございました。はい、23日から教習所通うんですけど、免許取れるか不安。取れるよ、大体の人は。うん、まあそれは試験とか何回も受けることもあるかもしれないけど、まあまあ別に全然余裕ですよ。ただちゃんとルールを改めて認識するってやつですかね。ジント君白になったら泣くかも。ママなので。ママじゃないよね。僕のママじゃないよ。ジュウちゃんに髪メンテ教えてもらいな。別にあの髪メンテナンス的には別に全然できてるんですけどね。はい、武藤ジュンと社交で一緒だったんでしょ。なんか聞いたな、その話。うん、そうそうそう、一緒だった。たまたま出会って「おい!」っつってて。うん、仕事頑張れください。仕事頑張れ、受験応援して、受験頑張れ。黄土色めっちゃ似合ってた。いつ？いつの話だろうね。けなしてるよ多分それ。あと1分だよ、早口でいけ。あれかな、あのキラリのファンの人かな、早くいけよって話なんですかね。はい、ということで、まあちょっと久々にねインラやったけど面白かったっすね。皆さんとちょっとお話できて楽しかったですよ。ということで、明日もジントくんのこと大好きということで、こちらのコメントで締めさせていただきます。この後、まあそうね、まあすぐキラリの方に行きますんで、会員の皆さんはそちらで、ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。